次に杉本和美君委員長、杉本君、えー、みんなの党の杉本和美です、どうぞよろしくお願いします。えー、それでは、あ本日は2本ありまして、ですね、えー、途中読みますと、種の保存という言葉と生態系という、えー、このお2つのお表現があるわけですが、えー、これ、どちらをもう両方まとめて、ですね、えー、ちょっと一括りで、 ある意味でこう全体をとらまえてです、ね、認識を深めたいと思うんですけれども、えー、いわゆる総括的に見て、あるいは外観的に見て、あるいは、えー、生物学なのか、あるいは地学なのか、分かりませんが、あ,あるいは地球の歴史、あるいは地球自体の今の,げあの日本の置かれた現状、こういった点をです、ね、大きく捉えてです、ねえー、この日本の における種だとか生態系というものはですね、えー、どういう解釈をすることがいいのかという意味でですね、まあえてですね、えー、政府環境省のですね、えー、ご理解というか認識をです、ね、伺いたいと思います。であえてえ例を申し上げますと、インドネシアにウォレス船というのがございまして、えー 皆さんご案内のとおりかもしれないんですけれども、一種そこの線を持ってです、ね、種の断絶というか、生態系の全く違った世界というのが展開されるやに私は聞いておるんですけれども、我が国がですね、まあ、島国である我が国がですね、どういった特徴があって、我々はどういう認識を持つべきなのかをちょっと長い説明で結構なので、詳しくですね、専門的にこの際、きちっと認識させていただきたいと思います。 田中環境副大臣杉本和美先生の方がはるかに詳しいかもしれませんがお答えをさせていただきたいと思います、まあ、我が国の生物層は多様性に富む生物層が形成されて維持されておりますけれど、まあ、それが特徴と認識しております、まあ、ご指摘ありましたウォルス線はインドネシア近辺に存在する 動物種が断絶すする線であります我が国の国土はユーラシア大陸に隣接をいたしておりますし過去新生代第4期に繰り返された氷期と寒氷期を通じて津軽海峡や南西諸島などで陸地化と水没を繰り返してまいりましたこれに伴いまして様々な経路で 大陸から日本列島への動植物種の侵入だとか、分断孤立が生じたことによりまして、ウォーロス線と同様の動植物が断絶する線が日本列島各地に複数形成されております。多様性と独自性に富んだ生物層が形成維持されていると認識をいたしております。まあ、あの、ニュージーランドが あの比較的、この遅く水没したということで、動物についてはオーストラリアと類似したものもありますけれど植物については非常に固有種が多いというのは、そういうことが一例として言われておるわけでございまして、極めて地球全体の動きの中に、いろんな生態系があるということを、私どもも認識しておるところでございます、以上でございます。杉本君、えー 比較的分かりやすくです、ね、あのご説明いただいたと思いますが、まあ、それでもです、ね、あ,のあえて次世代を担う子供たちのことを考えると、ね、環境教育という点がま極めて重要かと思っております。まあ、そういった意味で,です、ねまあ、今ご説明いただいたのをです、ね、あえて絞ってです、ね、こういう点が日本の特徴で、日本にある種というのはしっかり守っていかなきゃいけないし、あるいは外来生物が入ってきては困るので、 えー、そういったことをしないようにというようなです、ねまあ、諭すようなあ言い方を含めてです、ねえー、ちょっと文科省さんのテリトリーにもなると思いますし、地交代さんのテリトリーになるかもしれませんが、あえて担当省であられる環境省がです、ね、コンパクトにです、ね、逆にそれを表現していただくとです、ね、<laughs> すみません、あの全問答みたいになってるかもしれないんですが、いや極めてこれあの、エッセンスをどうするかということは重要かと私は拝察しておりますので、 えー、副大臣にまたあ、ちょっとご迷惑かかるかもしれませんが、あえて、あるいは斉藤政務官にいただくのかもしれないですが、環境教育という観点を含めて、ですねちょっとコンパクトな分かりやすい説明となると、どうなるかということを教えてください。斉藤環境大臣政務官えっとご答弁のの前ににですね先ほどあの野の委員のご質問に対して私あの アライグマの傍受を行うための市町村等の計画の確認認定件数を二十四年度末に四百十二件と申し上げたあそうなんですが四百十五件と <laughs> 訂正をさせていただければと思います申し上げませんでした、えー、今の,あの杉本委員のご質問ですけれども、えー、これからですね日本においてなぜ 生物多様性を守っていかなくてはいけないかということに子どもたちに言うためにはです、ね、やっぱり日本がここまで,です、ね、陸地下になったりあるいは水没したりすることを繰り返しながらある時は島になりある時は陸続きになりそういう中で,です、ね、独特の生物層を形成してきたとだから日本の生物多様性大事なんだという点を強調していくことが肝要かなと思っておりますのでそういう方向で研究をしてみたいと思います。 杉本君えどううもありがとうございます、えー、では次にです、ね、あのー、今、副大臣の方からニュージーランドの例を挙げていただいたんですけれども、えー、まあ今回、われわれがこういう法案をです、ねまあ、罰則を強化する等の法律内容であるかとは思いますけれども、えー、まあ類似的な法律を持つ国々。 そういった国々の中で先駆的に取り組みをしているというような国があれば挙げていただきたいですしその国のその環境省に類似する組織とですね情報交換をいかようにされておられるか教えていただければと思います伊藤局長絶滅金融資の保存に関しましてはまあ著名なものとしてはアメリカが種の保存法というのを お1973年と、まあ、比較的早い時期に作りまして、絶滅危惧種の捕獲や流通等の規制、さらには回復期間の作成などを行っているところでございます、えー、絶滅危惧種の保存に関する取り組みにつきましては、アメリカをはじめとする各国とワシントン条約のお関連会議などを中心にです、ね、そういったネットワークの中で情報交換を行っているという状況でございます。 またあの外来生物に関する取り組みとしましてはオーストラリアとニュージーランドで生態系保全を目的とした法令が諸外国に先駆けて制定されておりまして外来生物の輸入規制や野生化した外来生物の傍聴が行われているところでございますあの我が国であの奄美大島と沖縄のやんばる地域でマングースの傍聴を実施しているんですけれども この方法につきましても、実はニュージーランドで成果を上げた探索犬による捕獲手法を採用しておりまして、ニュージーランドから専門家を実際に招聘するなどして、防潮実施者の研修を行うと、まあ、こういったことで、いろんな側面で各国と連携をしているところでございます。杉本君 えーと次にですね、えー、今ちょっと逆にあのお挙げていただいたアメリカ合衆国についてなんですが、えー、CBD に対してです、ね、未締結のお状況にあられるということですが、なぜアメリカが未締結なのか、えー、そして今後、締結をされる方向感があるかどうか、 ああ等ですねえ極めてえ我が国日米同盟の関係にあるアメリカの動向というのは極めて重要だと思ってますがこの点について教えていただきたいと思います伊藤局長、えー、あの外務省によりますとお米国は生物多様性条約に署名はしておりますがま議会からの承認が得られておらずま現在締結の見通しが立っていないというふうに承知しております。 でまあ、なぜあの議会の承認が得られないかということでございますけれども、あのこの米国が署名するときにもです、ね、この条約に規定する技術移転について、締、えー、約国は民間部門を含む関係者の合意がない場合であっても、公正で最も有良な条件で技術移転を行わせしめる。 義務があって民間部門の経済活動が損なわれるのではないかともこういった懸念を持っているとまあワングにはその辺は十分から解釈してですねそういった懸念はないと思っているんですけれどもあのまあそういった懸念を持っていたとまあこういったことが背景になっているのではないかというふうに考えておりますまあワングといたしましてはあ生物多様性の保全とその持続可能な利用の実現のためには、まあ、米国にもぜひ参加してもらいたいと考えておりまして早期の締結を締結について促してまいりたいというふうに考えております。 杉本君えと次にですね、えー、ちょっと質問を予定の質問を飛ばして、ですね、えー、学者さんなのかあの、タレントさんなのかはよく存じ上げないんですが、学者さんと今聞いてるんですが、さかなクンという方がいらっしゃいますけれども、秋田県の田沢湖にのみ生息し、絶滅したとされたあクニマスをですね、 えー、富士五湖の西湖で発見したという事例は結構ニュースになって有名かと思っておりますけれども、えー、絶滅と考えられているもののです、ね、実際は生息している可能性があるという種というのはなかなかあの分類し難いかもしれないんですがその分類を別途設定してです、ね、完全に諦めることではなくて、えー、発見可能性があるというものについて 別立てで管理するというようなことは考える必要があるかどうか確認をさせていただきたいと思います伊藤局長環境省のレッドリストのランクは我が国ではすでに絶滅したと考えるこれを絶滅と呼んでいますそれから本来の生息地では確認されてはいないけれども飼育栽培かあるいは本来の生息地以外のみで存続しているものを野生絶滅 さらにやせあの絶滅の恐れのある種で、えー、につきましてはその度合いに応じて、えー、絶滅の危機が高い順に、絶滅危機 1A、1A 類、1B 類、2類と、まあ、こういった分類を設けている次第でございます、でこの中で絶滅の基準につきましては信頼できる調査や記録により、すでに絶滅したことが確認されているなどの基準によって専門家に判断をしていただいているところでございます。 であのご指摘の絶滅したと考え,るが考えられるけれども生息のにが確認される可能性がある種、これにつきましては実は今、あの絶滅危惧一類として取り扱っているとことでございます、これはあの絶滅の危惧が非常に高い種と同じような分類にすることによってです、ね、その種についても引き続き 接続環境が確保されるようなです、ね、いろんな取り組みを行ってもらう必要があるんではないかということで,です、ね、同じ分類のところに挙げているということでございます、なお、あの国マスにつきましては、本来の生息地である秋田県田沢湖以外で生息が確認されたことを受けて、最新のレッドリストでは、これまで絶滅であったものを、野生絶滅というふうに変更したと、こういう次第でございます。杉本君どうも ご説明ありがとうございます。えっ、ー、と、次にですね、えー、国交省の関係の観光庁との連携について、えー、まあ、自然遺産を活用して観光客像を、まあ、危機とされて、えー、おられる国交省観光庁でありますけれども、一方で、まあ、その、生物の種の保存という意味からすると、相矛盾するというようなあ、そのツーリストの問題といったことが出てくるかと思いますが、 えまあ環境観光庁の方ではです、ねまあ、例えば例を挙げると、えー、鳥取県と岡山との間で,です、ねえー、大山蒜山というところで、えー、エコツーリズムよりさらに進んだ生物多様性ツーリズムというタイトルのような形で,です、ねえー、そのお一種その観光的な部分を 標榜したあ活動がされているように聞いておりますけれども、えー、この相矛盾するような二つの問題について、えー、生息地と保護区への入域禁止措置をいかにこう、えー、きちっとやっていくかと、こういう点について、今、どのようにされているか、あるいは今後、どのようにされていく予定があるか、教えてください。田中環境副大臣今ご指摘がありました昼前に先日 大選のところで植樹祭がございまして天皇陛下皇后陛下もお見えでございましたけれど視察をしてきたばかりでございますあのこの点非常に重要だと思っております観光の推進については現在観光庁を中心に、えー、関係行政機関の連携を確保し総合的な推進を図るため観光立国推進ワーキングチームが設置されておりまして 具体的な施策の検討が進められております。私もこの会議の議論に参加しておりまして、観光庁との連携を図っているところでございます。まあ、貴重な自然環境については、必要に応じて立ち入り制限も含めて、適切な手法で保全管理を行うことが、その観光資源としての魅力を維持する上からも非常に重要であり、貢献するものだと考えておりまして、自然環境の保全管理と 観光利用は両立し得るものと認識をしております。環境省と,しまし,ょうとし,しましても、国内の各世界自然遺産地域においては、気象種保護や外来種対策等の自然環境保全に取り組むとともに、例えば、知床の世界自然遺産は、地域では立ち入り制限を導入するなど、 エコツーリズムを推進しつつ観光利用による影響を軽減するための対応も進めております世界自然遺産は人類共通の財産としてその価値を保全し将来の世代へ伝えることが締約国の責務自然遺産の保全と適切な利用の推進に取り組むことで観光資源の保護育成に 貢献し、ひいては地域住民による地域の再評価や自然的な、自発的な地域活性化にも期待されると考えております。今後も必要な保全対策を進めてまいりたいと思います。魅力を失わな,失わないように、種の保全に特に留意をしなければいけないと考えております。杉本君え。ちょっと時間がなくなってきたので、また質問の順番を変えさせていただきますけれども、あの、 東日本大震災、福島第一原発の教訓としてです、ね、いかにその科学者のデータストックを作っておくかといざというときに備えてという部分がありますけれども、ちょっといざというときというタイミングとは違う次元かもしれないんですけれども、この種の保存、あるいは外来生物といった分野に対してです、ね、やはりその、 専門家である学者や研究者のデータストックというのが極めて重要かと思いますが、これは国内に限らず、海外の方を含めてです、ね、環境省さんとして今、どのように掌握しておられるか、またそのデータをいかに精度を高める努力をされていく予定があるか教えていただきたいと思います。伊藤局長 環境省におきましては山梨県においております生物多様性センターにおきまして全国を対象に自然環境保全基礎調査などを行っておりますでここで自然環境に関するデータの整備を進めておりますがこれらには多くの科学者や研究者の参画を得て広く知見を集約しているところでございますこの自然環境基礎調査につきましては原則5年ごとに行うこととしておりまして 最新情報への更新により制度管理に努めているところでございます。また、国際的には、各国政府や国際機関が参加する生物多様性観測ネットワークのアジア太平洋地域における活動として、アジア太平洋地域生物多様性観測ネットワークが形成されております。これにつきましても、環境省の生物多様性センターがその事務局となっておりまして、 共有データベースの構築などの取り組みを進めているところでございます杉本君えとそれではちょっとまた違う質問で、えー、絶滅危惧種には当たっておらずむしろ繁殖を抑えるという措置が、まあ、エゾシカに対して、えー、なされていてですね捕獲事業と称されて、まあ、あそのエゾシカの命を奪うような形の措置がされていると感じておりますけれども えー、日本固有の種に当たるようなこのエゾシカなどについてはです、ね、動物愛護の観点からもです、ね、虚勢や否認・致術等の、えー、ペットに対する措置のようなことができないものかなと思っておりますけれども、予算上の制約、あるいは他の問題点等があるのであれば、ちょっと教えていただきたいと思います。伊藤局長 まあ、エゾシカにつきましてはあの農業被害やや生態系の被害も非常に大きいという状況にございます。であの北海道庁によれば北海道におけるエゾシカの捕獲数は平成23年度にはあ13万5000頭ということで,で,す、ねえーでしえー、この23年度におけるエゾシカの推定生息数は約64万頭というふうにされております。 であの今後、このエゾシカの生息数を一層減少させていくことが求められているわけでございます、まあ、そういった観点からは、さらなる捕獲が必要ではないかというふうふに考えております、あの議員ご提案の捕獲によらない、虚勢や避妊手術等については、まあ、相当数の個体を広範囲に生態捕獲し、虚勢等を行った上えで、放上すると、まあ、こういった必要があることに加え、 鹿が10年以上生存しているということで、放珠個体が引き続き被害を出すといった問題もありますので、なかなか現実的ではないのではないかというふうに考えているところでございます。杉本君時間ととなりりままましししたたた終了いいすありがとうございました